超受けるんですけど。すまない。何を言われても謝るしかない。じゃあ土下座でもしてみせてよ。カエルみたいに這いつくばって。そうだね。 少しでも気が晴れるなら。いいんだ。僕の問題だ。ごめん。騒がしくて。ちょっと、邪魔しないでよ。っていうか、あんた何？後輩だっけ？こいつに遊ばれてんでしょ？ この人は僕の大切な人だ。だから君たちとはもう会えない。はあ？この地味なウェイトレスな？っていうか、高校生じゃん？帰って勉強でもしてればって感じ。来て。ごめん。でも僕はこの子がいいんだ。この子がいれば。 園長さんにだいぶ叱られちゃったね。気がついたらああしてた。どうしようもなかった。 素直になるって決めたから。僕もだ。自分で思ってたほど器用じゃないみたいだ。だからタイミング悪いけど、僕とそのデートしてほしい。今度こそちゃんと。 厳しいな。でも、そうだね。意地悪なんだな。いいよ、なんでも。こっち。 本当に今来たところで、あれ、どっかで聞いたセリフだな。本当はね、朝早く目が覚めちゃって、それで早く来たんだ。よう、色男。 あれれ？おかしいな。この子もういらないんだろう？教えてやれよ、太郎くん。もう飽きたから譲ってくれるんだよな。そう言ってたよな。嘘だって言えばどんなにいいかと思うよ。<笑>
女、こういう罠に引っかかっちゃダメよ。あーっとした。そばにいる資格はないみたいだ。今そのことを思い知った。僕のことは忘れた方がいい。さよなら。君の前に現れて。